はい、泳ぐ人いかがでした。このネッドという泳ぐ人は一体何をしててどうなってる人だか分かりました。まず映画見ててすぐに分かるのは、彼はなんかすごくいい会社に行ってたらしいと、お金持ちらしいってことは分かりますね。ところが途中で彼の元同僚たちが出てきて、会社クビになっちゃって大変だったねみたいな話をするんですよ。でお金なくなっちゃって大変だねと、で近所の人はあの人お金ないわとか言ってるのがだんだん聞こえてくるんですね。あ、彼はどうも会社クビになってお金がないと。で途中から奥さんも出てっちゃったってことは分かるんですね。家庭が崩壊してるってことは分かるんですよ。で最後に家に帰ると、家はもう完全に廃屋になっていて中に入ることはできないんですね。彼の経済状況と家庭の状況はこれで分かりましたね。あの娘さんは交通事故を起こしてしまっているというのも説明されます。でもそれだけじゃまだよく分からない点がありますね。途中で、昔の幼馴染の家に行くと、ねえ、あんたはうちの息子が死ぬ時も見舞いに来なかったじゃないのとおばあさんに言われるっていうシーンがありますね。あれ一体何か、ね、彼は過去を捨ててあるその、社会的地位を掴んだんですよ。で昔 の, その貧しかった頃の子供との頃の友達を捨てたらしいんです、ね、でその後馬と一緒に走るシーンがあるんですよ。突然馬と一緒に走るんですよ。なんだろうと思うんですけど、これは一番最初のところであなたは若いわねって言われてるとこと関係してるんですよ。あなたは50いくつなのになんでそんなに綺麗な体してるのと。彼は自分は他の人と違う、ものすごく若いんだと、50過ぎても心は少年なんだと思ってるんですね、はい、でそれは途中で出てきたシャーリーという女の人に、あんたいつまでも自分が若いと思ってるけどそんなことないのよと、あんたは分かってないピーターパンなのよと言われるところがあって、そこでそれまで輝くように撮影してたあのバートラン・カスターのきらめくような筋肉美が、そこから頭はもうすでにハゲかかってるし、顔はシワだらけだし、お腹もちょっと出てきてて、実は年相応の55歳の老人なんだっていう撮影に切り替わるんですよ。そこはすごくうまくて映画でしかできない表現ですね。それまでは映画だから綺麗に映すことも汚く映すことも両方できるわけですよ、照明とカメラの力で、ね、それを見事にやって、最初は中年なのになんでこんなにたくましいんだと、でも結局よく見るとそれなりのおっさんだねという撮り方をしてますね、はい。彼は馬と走ったり、あと自分のベビーシッターだったその20歳ぐらいの女の子に迫ったりですね、自分の年齢をわきまえないでいつまでも若いと思ってる、勘違いしてるおっさんなんですよ実際は。でなんでそんな人になってしまったのか、彼が働いてる職業に問題があるんですよ。この映画見ただけでは分からなかった人も多いと思うんですけれども、ヒントとなるのはこれなんですよ。これアメリカのテレビドラマで最近ヒットしたマッドメンというんですけど、マッドっていうのはこれはあの怒りという意味じゃなくて、あのマディソンっていうですねマンハッタンの地名なんですね。その周りに広告代理店が集中してたんですよ。でそこに住んでるじゃない、そこで働いてる、広告代理店の、社員たちをマッドメンと呼んでるんですね、この映画の中では。で1960年代の広告代理店はものすごくお金が儲かって、みんな貴族のように遊び歩いて、酒や麻薬や女でもう好き勝手してたというひどい生活を描いています。で、マンハッタンではそれだけ好き勝手遊んどいて、家に帰ると奥さんを専業主婦にしてえばり散らしているという最悪の状況なんですね。それで朝から晩まで酒飲んでるんですよ。で何もかも許されると思ってて、でいつまでたってもその、40、50になっても、若い姉ちゃんと遊んでるような人たちの話なんですね、マッドメンって。このシリーズは実は泳ぐ人に影響されて始まったドラマなんです。これを作ってるスタッフが泳ぐ人をテレビドラマでやったんだよと言ってるんですよ。でただ泳ぐ人は広告代理店で働く描写がないんですね。その自宅の周りしか描いてないんですけど、彼が主人公のネッドが、通勤している先でやっていたことは広告代理店らしいんですよ。でセリフの中でわずかに、そのヒントとなるのが、クリエイティブな会社を紹介するよって言われるシーンなんですよ。その彼が今まで勤めた会社はクビになったけれども、規模はちっちゃいんだけどクリエイティブなところを紹介するからと言われて、その会社のことをファームって呼んでるんですね。
ファームっていうのは FIRM で、そう呼ばれるのは弁護士事務所か広告代理店ですよね、大抵ね、はい、だからおそらく彼は広告代理店で働いていただろうということなんですね。で、まあ、マトメンのスタッフがそうはっきりと言ってますんで、広告代理店で働いた男なんですよ。でアメリカの広告業界というのは1950年代から始まってですね、で1960年代、まあ、テレビの力で爆発的になるんですね。でそれまでそんな産業はなかったんですけれども、テレビコマーシャルをすることによってですね、広告代理店に莫大な利益がもたらされると。で、代理店の人たちはみんなもう自分たちが貴族とか王様になったような気分で、好き勝手なことをしていたという状況があります。でその辺はですね、この映画にも描かれてますね。リボルシャリーロードっていうのは1960年ぐらいに、まあ、書かれたものなんですけれども、これは1950年代の途中からそのディカプリオがその広告代理店でどん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 リッチになっていく感じっていうのは、描かれてます。でその一方で奥さんはその、まあ、ニューヨークの郊外で専業主婦としてどんどん追い詰められていくという話なんですよ。で、この泳ぐ人というのは全くそういう人たちの生活をその原作者であるジョン・チーバーが研究して調査してリサーチして書かれたものなんです。ただそれをすごく不思議なそのリアリズムで描かないでおとぎ話のように描いてるんですね、はい、でこれはジョン・チーバー自身がインタビューで言ってるんですけれども、この主人公の泳ぐ人ネッドはまあ、神話に出てくるナルキッソスなんだって言ってるんですね。で、まあ、ナルキッソスっていうのはその自分がその自分に惚れちゃうんですね。水面を見て水に映った自分の顔を見て、なんて美しいんだっていうふうに、まあ、恋に落ちてしまって水に落ちて死んじゃうっていうな人なんですよ。だからスイマーなんですよ。水に落ちるんですよっていうナルシスなんだと言ってるんですよ。だからナルシスは一種の魔法にかかっている、一種の呪いにかけられてて自分に恋をしてしまうんですけど、その呪いは解ける方法があるんですね。魔法みたいなものは、それは自分自身の本当の真実を知ってしまった時に解けるっていう風になってるんですよ、神話の中では。でこのスイマー泳ぐ人はだんだん彼は自分自身の本当の真実に近づいていくって話なんですよ。で実は自分が思ってたようなその美しくて若くて、お金持ちで成功してる男ではなくて全てを失ってしまった男なんだということにだんだん気が付いてくる話なんです。で途中で、いくつか謎のシーンが出てきます。例えば水のないプールにいる泳げない男の子が出てきます。ちっちゃい男の子で、で彼はもうみんなにいじめられててひ弱で、で弱虫だって言っていじめられてて、ただそれの彼にそのネッドは泳ぎ方を教えるんですよ。で夢は頑張れば叶うよみたいなことを言うんですよ。でありがとうって言って別れるんです。あの少年は一体誰か。それは幼い頃のネッド自身なんですよ。ネッド自身はそれによって自分過去に遡ってタイムスリップしてきた自分に励まされたことでこんな人間になってしまったんですよ。現実を見ないで夢を信じる人になってっていう、実は自分はたくましいなんていうか、まあスーパーヒーローみたいな広告マンじゃなくて、もともとはいじめられっ子の友達もいない、泳げない男の子だったんだよと。でもタイムパラドックス起きてますけどね、泳ぎ方を教えたのは自分自身なんでじゃあ誰が最初の泳ぎ方を覚えたんだっていうのは分からないんですけどまあこういう時空がない世界なんですよ、この映画は。その泳いでいく中で会っていく人が、まあ、自分の少年時代であるだけじゃなくて、最初なんでこんな夏で美しくてって言ってるのに、途中から風景が秋になってくるんですよ。一つの1時間ちょっとぐらいの話なのに、映画の途中から風景全く変わって、枯葉とか紅葉していて、後ろのその、木がね、それまで緑で青々としてたのが完全に枯葉になって秋の風景になってるんですよ。だから時間がないんですよ。時間がないっていうか、まあこの1時間ぐらいの間に何ヶ月も経ってるような時空が歪んでる世界なんですよ。だからおとぎ話だから。で、途中でですね、出てくるシャーリーという人は、彼がそのマンハッタンに持っていた愛人なんですね。それも話を聞いてると分かってくるんですよ。
で、ところが彼はその、まあ、シャーリーからあんた、ね、いつまでもその自分が若いと思ってるけど現実見なさいよっていうふうに言われるけれども現実を見ないんですね。現実を見たら魔法が解けてしまうからですね、ナルシスと同じで。だから彼は自分が本当は惨めな人間で、あんまりにも傲慢に振る舞ってて、その地元の人に対しても非常にその自分はエリート社員だってことで威張ってたみたいなんですね。それも地元の人たちからそれをまあ指摘されるわけですよ、はい。でそれだけじゃなくて途中で市営プールに行こうとするところで、車のすごい、まあ、なんていうか、車がブンブン通ってて渡れないっていう道路が出てくるんですね。であそこの部分はもう彼は現実の社会の流れについていけないってことを象徴しています、はい。で市営プールに入ると今度はあなたは汚い、あんたは汚いからこのプールに入れられない、汚い汚いって言われるんですよ。それは彼自身が本当に腐敗して汚れてしまったことを意味してますね、はい。だからこういうふうに一つ一つの描写とか、まあ、セリフがですね、全部その、意味を持って、社会的な意味とか心理学的な意味を持っています。例えば一人のおばさんがですね、もう汚いものが入らないように、バイ菌が入らないようにそのプールにはフィルターを入れたのよ、フィルターって言うんですけども、それはこの高級住宅地そのものの、まあ、非常に排他的で、貧乏人を入れないんだっていうようなものも示しているし、彼自身もそれで弾かれてしまうってことを、暗示しています。であと、黒人のその運転手の人に対して「やあこんにちは」とか言って知った、まあ、彼を知ってるように挨拶すると、私はあなたのことを知りませんよっていうふうに言われて、実はその黒人の彼は前の雇われていた黒人の運転手じゃない人に変わってるのに、彼はネッドは気がつかないで同じ人だと思い込んで「やあ」とか言うんですけど、彼自身には黒人の見分けがつかないってことを意味してます。要するにバカにしてるからっていうのと、黒人と接してないからなんですね。でまあ、これはだからハートロッカーって映画の中でもその、地元 の, その、イラクの少年の見分けがつかないっていうところで、その主人公が決定的にそのイラクってものは分かってないんだってことを示す、まあ、描写がありますけど、それと非常に近いものなんですね。あと、君は声がいいねとかなんか言うんですよ、その黒人に対して。そうすると、その黒人の運転手は、黒人といえばみんな歌手みたいに声がいいと思い込んでるでしょうっていうんですね。だからもう偏見の塊なんですよ、彼自身は。女性とか黒人とかで、そういうアメリカの白人の一番そのなんていうかおごり高ぶってる広告代理店の男は、実はもうどうしようもない人間なんだということを描いているのがこの「泳ぐ人」という映画なんですよ。でも全然そう見えないんですよ、見ただけだと、はい。わずかなヒントしかないんです、はい。そこは面白いなと僕は思うんですが、ただこのフランク・ペリーっていう監督は我が愛は消え去りてという映画を撮ってるんですね。でそれは完全にマンハッタンのそういう業なんて、そういう人々、そういうマンハッタンのエリートをそのまま真正面からマンハッタンで描いてる映画なんですよ。だから実はその映画とこの映画は対になってるんですよ。でそっちの方は主人公が弁護士の奥さん でまた弁護士もその広告代理店とか金融業界と同じで、その1950年代ぐらいからどんどん金持ち化していくんですよ。でそのエリートの社会に無理やりその、望んでいなかったのに引きずり込まれて、その酒と女と、まあ、チャラチャラしたね、見栄っ張りなそのマンハッタンの生活に奥さんが引きずり込まれていって、でどうにかなっちゃうというふうにな話なんですね。その我が家は切れ去りてって、我が家は切れ去りてっていうすごい日本語タイトルついてますけど、現代は頭はどうにかなっちゃった奥さんの日記っていうタイトルなんですよ全然違うんですけど、フランク・ペリー監督がそういう形でその頃は急激に変わりつつあった、そのアメリカの特にそのニューヨークのニューヨーカーのが対象とするような、人々の腐敗を描きました、はい。でこの映画1968年なんですけども、全く同時期にロサンゼルスのそういった人たちの腐敗を描いた映画が、これなんですね。このマイク・ニコルズの、卒業で、これではまあ、ロサンゼルスの、まあ、ユダヤ系の金持ちの人たちで、まあ、それこそ家にみんなプールあるような人たちが、実は内部ではぐちゃぐちゃにその、腐敗しているということが描かれていて、全く同じ時期の映画なんですよ。
だからこの頃アメリカは非常にその、60年代に、広告代理店とか金融とかですね、その弁護士とか その、まあ、知的なエリートの人たちのところにあの富が集中することによって彼らが貴族化して、腐敗していったという現状がありまして、それに対して その不安みたいなものからこういった作品がいっぱい生まれていったんだと思います、はい、で今もっとひどくなってますけどね、はい、でまあ、日本ではそういった形で広告代理店を批判した映画っていうのはあんまりないですけども、まあ、ホイチョイプロダクションなんかそうですねあの、あんな感じなんですよ実は。泳ぐ人見たとうーんと思うかもしれないですけど、まさかね気まぐれコンセプトと同じテーマだったとはというのをね、みんな気がつかないことなんですけど実はそういう話なんですね、はい。ということでね、このフランク・ペリーっていう監督は、非常にその評価されていたんですけれども、この後愛と憎しみの伝説という映画で彼自身のテーマであるアメリカンドリームの、腐敗というものを描こうとして、ジョン・クロフォードという女優さんがその、まあ、ハリウッド女優としてはすごいセレブだったのにその養子を虐待していた事実を暴いた映画を撮ったんですよ。でそれがあまりにも凄まじい、いじめいじめいじめでもう本当にすごい、まあ、子供をただ最初から最後まで虐待するだけの映画なんですね。でその虐待された人が自分で書いた本が原作になってるんですけど、あまりにもすごくてもうみんなが見るのが嫌になっちゃったんで、あのこのフランク・ペリーって人はその後映画まともに撮らせてもらえなくなっちゃうんですよ。で、まあ、消えていったんですけれども、今はその愛と憎しみの伝説もカルト映画になってるし、この泳ぐ人もカルト映画になってて、ちょっと早すぎた監督ですね、はい。だから、まあ、アメリカ人に対して鏡を突きつけたんですね。お前は要するに、まあ、こんなブサイクなんだと、お前はこんなに汚いんだよというふうにやったんで、その当時は嫌われたわけですけれどもまさしくその、まあ、ナルキッソスと同じような話ですね。で今では非常に高く評価されていて、この泳ぐ人に関してはもう最近もですね復刻の、まあ、ブルーレイが出たりしてですね非常に高く評価されている映画です、はい。ただこうやって解説しないと何にもわからない映画でもあります、はい。だからやっぱりあの、まあ、何にも知らないで見ても面白いんですよ。これは何だろうと思いながら見ても面白いんですけど、まあ、知るとまた面白いと思います、はい。映画はやっぱり知ってから見ると100倍面白くなります、はい。ということで、泳ぐ人でした、はい。ではまたのご来店をお待ちしております。Thank you.